やだ、電車だからすぐ出ちゃうかもやけど、はあ、電車で見てくれてる、ありがとう。この時間に電車遅いね。収録、あ、そう、ゆいながね出るのマジで楽しみ。ゆいなと出るの、ここてんのゆいな、かわいい、絶対に衣装ブカブカなんじゃない。妹ちゃんがそう生誕祭の日に多分くれたやつ、カレンちゃん今日ライブ頑張って、あ、カレンちゃん大好きで、カレン、うーん、隣は妹2人かなで、その隣にはリサキからの手紙もあるのよ。ひなもつ、嬉しいことしたよ今日は。今日ね2時に起きちゃったんだけど、2時に目が覚めて起きちゃったら、なんか妹が起こしに来て、今日は違う、パパは寝てる、ママは料理中って言ったから、聞いたらね、何作ってんのって言ったら、手巻き寿司って言って、すぐに1階に降りて、私はツナシーチキンを入れて入れて、あとお肉を焼きました、あと海苔を切りました。クルミの前無料で見てレンに、え、これ見てるって言ったっけ、クルネに、これ全員分見てますよ、全員分撮ってます。だから何日か見られない日とかあったらもうめっちゃたまるから、読むのが大変でも絶対全部読みたい。はたくさんあってありがとうございます。ひらがなかける、確かにもう小学生ですからね。もうランドセルも可愛い。私ううが逆だけどね。つも逆か。可愛い。カタカナも読めます。ひらがなカタカナは読めます。りくちゃん結婚して。どうしようかな。どうしたの、手先で辛すぎて泣いた、ゆうちゃん、ゆうちゃん、コンビートありがとうございます。感謝ないですけど俺と同じ気持ちや、ほんと。そう、でも、あ、でも今日一緒にお風呂入りました。そう、入ってきた妹が、カレンが入ろうとしたら、今日カレンが配信するような気がしてた。さすが、すごい。なぜりさきちゃん、これは生誕祭でいただいたやつです。さあ、彼のストーリー見てる方ならわかる、手巻き寿司。手巻き寿司だ、手巻き寿司。やっほーなんでカチューシャしてんの。あ、いい、もう大丈夫。
おひなさま、なんでカチューシャしてるの？おしゃれ？おしゃれ。かわいい、ありがとう。おやすみ。おやすみ。本当に寝るの？うん。寝ないやん。え、なんこれ？あ、リーカル、リーカル持ってるの？何でしたっけ？そっか。持ってきてもらいました。カレンちゃんです。今日ライブ頑張って、ちょっと間違えた。何を間違えたか分かる？うん、見て。あ、今日ライブ今日ライブ頑張ってね。なんかちょっとおかしかった。文法？文法のあれ？これが逆だよ。うが、うは。じゃあカレンちゃん誰でしょう？カレンちゃんこれやろ、うん、これは、うん、ママ。ママじゃないよ。これは、これココハちゃん。そう。おもろい。バイバイ。これは、これプリキュアね。バイバイ。プリキュアのバイバイ。おやすみ。おやすみ。ハンちゃんも二時起きなの？遅い。ひなたひな祭り、そういうこと。いいね、ひなた最初から見れるの、さすが。ありがとう。え、そうなの？ふみさん、もう見れないようにマネージャーさんに言ったらしい。多分みんなロッキー見てるよ。ロッキーも全員撮ってる人多いから。カレン、クルネのモーメン見るの好きなんだよね。だからカレンだけはちょっと見ていいですかね。山田ちゃん、ひな祭りタワー可愛いね。熊のひな祭りタワー、ありがとう。これ結構重い。ありがとう山田ちゃん。インスタントラの写真びっくりした。本当？なんでなんで？今日はイケアをね載せましたので見てください。いいねしてください。イケアです。青たち可愛かった。ありがとう、ひな祭りたくさん。はにちゃんこんばんは。ぎなの公園東京から見に行って楽しかった。ほんですか、よかった、ありがとうございます。昨日の公園昼夜だったので、もうあん この前の昼夜は公園と公園の間に超眠くなって、あの髪の毛してもらいながら寝てたんですけど、昨日は眠かった。最後らへんが公園中の。でもちょっとアドレナリンあったから、アドレナリン出るから公園終わった後は逆に寝れなくて、お家に着いたらめっちゃ眠くなりました。元気。そう、お休み。そう、ねねって、あ、これイエイ、ねねって呼んでほしい。そう、ねねねの影穴ね、ひっついてたらね、カレンの名前出してびっくりした。嬉しかった。ねね、なんかいつもここてんになったらジャケットを着て登場されてないんですか、私。それをあのステージの裏にセットするためにいつも持っていくんですね、ジャケットをステージの裏に。その時にねねねがちょうど影穴してたの
で見つけました。ねねねのも見てますし、全員見てますよ。パレルに会うたび大地大地ヤッホーヤッホーって言い合う。これからでもね、いろんなファンがいますから、もうね、オンライン握手会とか会った時にするポーズとか何か決まってる方とかいますよ。腕を組んでとかね。星はそんなに。リコや大変でした。何リコちゃん、これプレゼントの中にお雛様、お雛様っけ、ひな祭りたちが入ってる。連次高校3年生、そう、ね、じゃあ後輩に、そう、本当にそう、みんなねねねのこと大好きだから困ってます。でもやっぱりねねねはリハーサルの時とか、てか公演のリハーサルとかだと多分ねねねまだ寝てるから、帽子と、ま、帽子つけてこんな感じなので、みんな怖いって言うんですけど、カレーは全然怖くない。そう、ツンデレかわいい。あ、そうなの、ヤッホーって言ってた、ウケる、ヤッホーって言ってるんだ。また覚えてなかった。アビガスのポーズ考えてて、みんなオッケーね、ここ卒業できるように頑張ります。あと1年ココハとリンカたちと同じになるのは避けたいからね。ちゃんとミユと一緒に卒業します。質問箱してほしい、いつかしたいね。ちょっともうちょっと慣れてきたいんです。やば、足がしびれてきた。今日はズボンはハンちゃんにもらった。クロミちゃん着てるんだな。ファンレター送りたいけど、どこに出せばいいかから。え、ファンレター送ってくれるんですか。事務所に来るならあれですけど、事務所に普通に直接渡せるけど、渡す、送る先は、え、どうなんだろう、マーキュリーに送ればいいのかな。ちょっと詳しく分かる方いますか。いや、もうカレビって、そう、プレゼントもね、ありがとうございますっていただいてます。かっこいいね。劇場の住所でいっか。
だけでいいって。うん。7期来たら、なんて呼ばれたい？カレンちゃんさん。カレンちゃんかカレンさんかカレンカレンカレンレンさん。カレンさんだとは思うけど、大半はね。カレン、カレンさん、仲良くなったらカレンちゃんとか。カレンレンさんは長ってなるよね。まあそれもそれでいいけど、じゃあ英語の再入試、再試験取らなかったから、それもだけど、もう出席日数もね、あ、卒業は大丈夫だけどね、ちょっとやばくていろいろ休んでました。あれのインスタ締めていいよね、ママが撮ってるの、ママが撮ってるのも、あ、ママも撮るときあるし、でもそうだね、仕事とかもあれで撮ってない、普通に今日の引き屋とか、この前のカフェと写真とかはママですね。確かにインスタライブもできるのか、インスタライブのコラボもできるの。劇団の住所覚えた、ほんとにすごすぎる、たくさん送ってる福井さん、福井さんとかある。でも学校では呼ばれてたね、ちょっとの人、半分、半分か3分の1くらいの人。あとスタッフさんはカレンレンか、マネージャーさんだったらカレンか、福井ちゃんか、福井か、キャレン、あの警報の陽キャのマネージャーさんはカレンかキャレンかギャレンだねみたいな言ってくれます。りなちゃんもりなさんより、確かにりなさんははんちゃんとかくりなさん多いね。でもカレンレンも多いよね、だってりなっていう名前がさ2人いるからさ、それちょっとねってなるよね。くりなさんだね。もうなんかあだ名長い人いないっけ、ミクリンさんみたいな感じ、カレンレンさん、福ちゃん、イカちゃん、うーん、まあまあまあ面白くていいんじゃないですかそう、パリピマネージャー、りあちゃんはレイヤーさん呼びオンリーがいいの？柳瀬さんは？柳瀬さん受ける、レイさん、レイヤーさん、柳瀬さん、柳瀬レイヤーさん、ワンちゃんいそう、レイヤー、レイヤー、レイヤーだったらフルネーム呼び、柳瀬レイヤーさん、レイヤちゃんって後輩から呼ばれてるの想像つかない、ね、キサリ指、本当になんかファンの人から呼ばれたことはあんまりなかったんだけど、
この前、昨日キャサリン呼び意外と増えてた。リンリンリンカさん、ワンちゃんいるね。博多のスーパーヒーローさんはいるわけない。ヒーローさんならいるかも。スーパーヒーローさん、スーパーヒーローさん。イクノさんかな、やっぱりイクノリはね。カレンのイクノリを使ってイクノリさんもいるかもしれない。そう、ハンちゃんのことハンナーって呼んだりする。年上の後輩できると思う？思わない？できそうじゃない？できだって17だから20何歳までいいでしょ。21か22か20かな、20か21までいいでしょ。だからさ、そう、うらちゃんは、うらちゃん、うららちゃん、うらちゃんですよ。彼は うららさんか、うん、ね、レイヤとかヒロネーは先輩って感じ。そう、まあ7年もそりゃそうだけど。でココハとか、うーん、まあもちろんユイナとかリサキとかは先輩。ハードル引きそう、さあ話しかけてくれるからきっと。カレンはどうなんだろう。藤子君もね、人見知りだからさ、仲良くなれなさそう、あんまり最初は。半着ちゃんさん、確かにハンナさん、半着ちゃん、ハンちゃんさん、ハンちゃんさんじゃない、絶対違う、絶対ではないね。渋み姉さん受ける。渋みさん、みなさん、みなさんみたいになるから、渋いさんか渋みさんもワンちゃんいると思うな。年上の子相手今まで言ったことある？ダンスとかで、なんかダンスは先輩後輩なかったから、だからカレンが結構後から入ってきてもちゃん付けタメ語だったから、最初からね。だから年下の先輩がいても呼び捨てしてたから、年上はちゃん付けでみんなタメ語だったから全然わかんなかった先輩。でも中学でちょっとなったか、中学部活に入ってなかったけど、友達の先輩とか友達の後輩とかで、ひさき後輩なめられそう、わかる。でも彼が守る、なめられてたろ。ゆいながね、ゆいなさんになるんだよ。ニコニコゆいなさんが、もしかしたらゆいなが後輩の前では激変してこわこわゆいなさんになるね。なぜかななかさん、やっぱもがみさんとかさ言っちゃうよね。カレンの家族もさ、ずっとさもがみさんとか、彼のいとこのママとかもがみさんとかって。これ後輩から慕われるかな、慕われたいな。ここちゃんは先輩扱いされると思うけど、あ、みんなねされると思うよ。
ビーちゃんもね、でも渋みは自分で怖がれると思うって言ってるよ。ニコニコさんも名前ない。最初に対面の印象が大事かな。でもカレンはなんか緊張してがわかんないけど、あんまり最初のこと覚えてないです。お披露目の日生ハムさんあるかも、キュウリさんみたいに。確かにワンちゃんある。ハンちゃんみたいな子からな、生ハムさん。ゆいなはどんな感じかな。でも変わらなさそう。ゆいな、お疲れ様ですって言われたら、お疲れ様ですみたいななるよね、絶対。ゆいなも美咲もそんな感じそう、かわいい。ココハもそんな感じそう。渋みはそんな感じなそう。レイヤーもすぐ、レイヤーもクールな感じ。お疲れ様みたいな。うん、あとはひろねは絶対挨拶を大事にしてるから、ちゃんとね目を見てくれるから、優しいこの先輩ってなりそう。もがねえ、七ねえ、もが姉さんとか言う人おるかな。七姉さんもがみ先輩、七子後輩、山そうね、わかる。優しそう、めっちゃ気軽に話しかけてくれる先輩になりそう。カレンちゃん昨日ありがとうございます。ありがとうございます。カレンも見つけたよ、ちっちゃくて可愛かった。昨日時刻緊張してた。手紙読む時めっちゃ緊張してたね。もう手震えて、顔も震えて可愛かった。カレンは間違いなくなんせ尊敬されると思う。本当？尊敬されるように頑張りますね。ちょっと早速覚えようかな。ダンス褒められたらすぐ伸びるタイプ。ロキちゃん入りたての時一番怖かった先輩は、もう全員怖かった。先輩は正味、最初はね全員怖かったです。やっぱねねねとかか。カリちゃんちょっと怖そうかも、なんかね言われるんだよね、なんでだろう。なんでだろう、なんだろう。カリちゃん最短でも恥ずかしいね、言ってたね。でもあっという間だよ、時は過ぎるのは。大丈夫、いやだなぁ。でも彼も早く会いたいね。彼のモチベ落ちないでね。あれ小さい時に4期生にも先輩ね。確かにね、ゆいなも大丈夫だよね。今度のコンサートはもうあと6日後って信じられない。お昼は今まで見たことない感じですね。どのアイドルグループでも
見たことは、カレン的に見たことはない。で、まあ、夜はミクネの卒業コンサートって感じになって驚くのはお昼ですかね。カレンすぐご飯する。いや、カレンお金ないから連れて行けない。仲いいってか欲しかった。仲いいってこと欲しかった。最近ひるちゃんも自分、ダメだよ。それはダメ。悲しい。泣いちゃう。楽屋で七期生の挨拶の内容練習みんなで。なんでバレた？バレちゃった。そうなんですよ、みんな楽しみにしてます。まさかんたさんありがとう。コンピット、見た目が強そう。なんかみんなにハウステンボスでの合宿での長崎組のが怖かったっていつも言われるんですよ。ココハは怖そうじゃないやろっていつも言ってるんですけど、なんか3人組で怖かったらしいです。本当嬉しい。モチベ落ちないの嬉しい。毎日助けてやる。ウィーチピーね、みんなも好きじゃなくなったら悲しいから好きでいてください。そう、マリアさんも言ってくれて、3月9日のお昼公演でカレンが踊る曲があって、それをみんな褒めてくださって、最初ハルタンさんがね褒めてくれて、でこの前ご飯行った時もみんなからミクネとか、ミクネもその曲だけしようってなった時に多分見た時があって、とかヘレネもミクネもくるねえも、ゆうなさんとかヨピさんとかからも嬉しかったです。同期からもたくさん。ね、群れるとね怖いよね。ねえ、やゆちゃん髪切ってた、似合ってた。最近モブが増えてるから、やゆちゃんも違う、それは。昨日おニュー近くまで来て、そう本当に、そう昨日もおニューでした。あの生誕祭メンバーでね、クルネの黄色、私たちもおニュー、おニューです。モチベあげあげです。ともひろしさんありがとう。嬉しい。昨日もかわいい、ありがとう。ぬいぐるみはここにおパンチを下げて、ここにクロミちゃんがいます。さあちゃんと一緒におにゅうしたの？ん？してないよ。さあちゃんとはしてないです。したいね。そう、ここで、そう昨日はちょっとカレン的に盛りだくさんだったんですけど、お昼はレディオネームの名前を呼び始めてさせて
って夜は命の使い道のセリフをしてとても嬉しかったです。でも普通に久しぶりで緊張したけど、ポジションパチドラのポジションが一番体に染み込んでたのでよかったです。さあちゃんピンクの衣装、そうだね、あげてたね、生誕祭の時のだと思った。黄色かわいいからね、だからどっちも同じやでね。ありがとう、マニュー好き、ほんと最近何度も狙いはしてないからもう飾れてそう。充電してなかった、瞬間セリフはなんかリハーサルでもした後 IG さんにこれねいいねって言われました。嬉しい、命の使い道とキスソンのセリフが好きなんですよね。カレンレンはピンクと紫が好きなので、いつかオニューのピンクとかしてみたいな。リドネーム彼に言う、そう最初のねレディオネームの名前呼びは9歳のさくらちゃんからでした。可愛かった、最前でね、弟か分かんないけど弟くんとお父さんと座っててじーっと見てくれて可愛かった。ひなちゃん使い道のセリフってランダム、そうなんか前日に公演情報が来るんですけど、そこに影穴誰誰、影穴誰誰、必殺テレポートダンス誰誰、命の使い道セリフ誰誰、キスでそのキスそのセリフ誰誰、前は VR 誰。それをいつも見てます。で、あと MC1 とか書いてあって、そこで司会は誰かなっていうのを知りますね。で、ここてんとかだったらレディオネームの名前を見たり誰と、そうサイコロ読み誰誰と人生相談の名前48番の人誰誰って書いて、カーレンってしといたらみんなでリハの時にイニシャルを作ります。はい、ここの、はい、ここの人 K、 ここの人 A、 ここの人 R、 ここの人 E、 ここの人 N で、カーレン、あとハートルを作って、で一番難しいのはカレンとココハとかくるみさん、くるみさんとかの人ですね。リサキとかかれえんハト、これをいつも頑張ってます。近いうちに、あ、ほんと嬉しい、待ってるね、ありがとう、いつもお疲れ様です。ね、お父さんも気まずかったかも。2 years フックイカレ、ほんと嬉しかったね、あれも好きですね。あれはガチのじゃんけんじゃないないんですよ、あれはガチのじゃんけんだったらもうみんなアイコンになっちゃう。みんなあ全員勝ったってなっちゃうよ、ワンちゃん。
せぬか無事制覇できる。今んとこ3無事なのであと2無事ですね。で天使はまだ1無事で、バジュドラもまだ1無事で、純情主義は、ま、2無事で、テーマでも1無事。もうすぐ春休み、春休みだね。楽しみね。春休みは好きです。あ、なくなった。これ 0.2 センチ。固定ニット製法は難しい、本当に。ちょっと待って、コンさんの曲がずっと頭に流れてくるから。バレルン小さいよ、手大きかったら顔がちっちゃく見えるのかもしれないけど、めっちゃちっちゃい。けどグルネーの方がちっちゃいです。あ、確かに3月最初の配信だね。ありがとうございます、見てくれて。3月も配信とか SNS とか頑張れますね。でもでもいいね、どっちはダメ、頑張る。目の前を通り過ぎてく、それでもこうあなたを見ているこの場所から。南さんありがとう、レインボースター。ボケーションボケーションも難しいね、アクセルがありますので。背中のジーパーね、最近っていうかさ、カレンはさ手鳴らすの好きだからさ、なんかちょっとなんか真面目な話してる時でも指を鳴らしてしまうのね。で気まずい、ちょっと汗。ね、握手会とかねあったらね、彼の小ささが分かると思います。年齢とてもでもしたい、ね、くるみさん、くるみさんでもくるみてもでもしない。でもちっちゃいてもでもになりそう。くるねちっちゃいから、彼は大きいから。昨日もくるねとなんか面白い話して、あ、そうだ、くるねと MVTI の診断、あ、クルネがメールに MBTI 診断のことを言ってて、忘れたけど、クルネの MBTI、 カレンの ESTP っていう MBTI と一番相性がいいやつだったんですよ。すごくない？なんか気になって、カレンのESTP 相性って調べたらすぐ一番上に一番相性いい人って出てきて、その I なんとかなんとかなんとか INTP とかやった気がする。 INTP やった気がする。カレンが ESTP だから INFPクルタンとご飯に行きましたか。クルタンとエルネとミクネとヒナタンで行きました。
な M なんとかって何分、意外と長くて10分ぐらいって書いてありますね。何分かかるか知らないけど結構な質問に答えなきゃいけないけど、なんかちゃんとしてないけど、なんか一人が好きやったら愛で、みんなといるのが好きやったらいいで、リンゴって思い浮かべたら何を思い浮かべるって言われて、リンゴって言われたら S、 白雪姫系やったら N っていう感じで分かったりもします。すぐ分かる方法とかが知りたいなら。だからくるね、あ、カレンはみんなといるのが好きでリンゴを思い浮かべるのが赤なので IS、あ、じゃあ ES、 T は何だったっけな、だから忘れちゃったけど、まあまあ簡単に分かる方法が TikTok とかにあるんで見てください。これはくるみと同じだったらカレンとは相性がいいよ。マリアさんは分かんないけど、多分クルネと大工の一番相性いい人はカレンだと思うよ。キブレの時結果か、あー分かるかも。カレンも ENFP の時もあったし ESTP と ESFP とかもあったし、でも今何回もしても出てくるのは ES。あ、リンゴアリサキはそうか。フラケンカレンレン大好き、いいね。じゃあベンヤンはそれでカレンと一番相性がいい MBTI です。それはカレンとベンヤン、多分マリアさん ESTP じゃなかったような気がするから、2番目にいいやつとかなのかもね、ワンちゃん。人懐っこいのかな。でもね、クルネ言ってたけど彼人見知りだからそんな思わないんだよね。あ、いいね。あ、うるさい。いい。いい。W。IKEA では彼の用品はあんまり買ってないかな。なんか。鍋とかフライパンとか何かを買ってたね、ママたち。あ、確かにケアールクリナさんもあり得る。クリアマリナ大好きみたいな3月16日誕生日ご覧なきゃいかよがたけんひよてやるかい。ほんとありがとう。3月16日なんだったっけ。ゆいなの黒点は昼夜昼だったか。嬉しい、待ってるね。でも人気相談3月16日レイヤーたちも出るし、レイヤーいくのりお久しぶりに出るかな。ハイエス FJ か。これ一人っ子の、あ、そうなの。だから